が宮司を務めるうちの神社には様々な相談事が持ち込まれる。実は僕、山のキャンプ場で変なものを見てしまったんです。先日猟友会の人が連れてきた A 君は青い顔で自分の体験を語り出した。4月中旬、地元石川県のキャンプ場で愛犬のルツとキャンプをしていた時、また降ってきたな。ルツ、テント入るぞ。あいにくの天気で他に客もなく、夕食後早々にテントへ退散した。テントの中でしのぎ、22時過ぎにそろそろ寝ようかと思っていると、赤ん坊、いや猫の鳴き声か。赤ん坊にも発情期の猫にも思える甲高い鳴き声が外から聞こえてきた。なんとなく気になり、ルッツを連れ声のする広場の方へ向かうが、ルッツが激しく吠え始める。次第に目が暗闇になり始め、広場を見渡していると、ちょうど真ん中に何か変なものがあった。冬用の寝袋ほどの大きさの、それは巨大なイモムシかナメクジみたいな感じで、飛び跳ねるように動くたび、水たまりの水がびちゃびちゃ跳ねる。好奇心に駆られ近づくと、それには山嵐っぽい針のような毛が生えていた。その時、それが急に振り向く。顔らしき部分には触角が3本あり、その先に目玉が3つ、中央に穴が1つ。金縛りのように動けずにいると、ルッツが靴を引っ張ってくれ我に帰る。行こう。走ってテントに逃げ戻るが、鳴き声は続いていて、熊対策に持っていたサバゲ用のガスガンとナタを荷物から取り出す。ルッツはずっと入り口を見つめていて、俺もしばらく身構えていたが、10分ほどして鳴き声が聞こえなくなった。少しほっとして管理人に電話するが、何度かけても繋がらない。なんでだよ。その時、ルッツがまだテントの入り口を見ていることに気づき、全身に鳥肌が立つ。耳を澄ますと、何かが濡れた雑草の上を這う音がし、こっちに来てる。次第にそれは大きくなり、入り口付近で止まった。身構えるルッツに倣って、俺もガスガンを入り口に向け構えた瞬間、一社の一社の舌打ちみたいな音の後、何かを言う子供のような声が聞こえた。恐怖で気が狂いそうになる中、ルッツがテントを飛び出し、続けて外から断末魔のような声が響く。勇気を振り絞りテントから出ると、さっき見たそれにルッツが噛みついていた。濡れた地面の上でビタンビタンと魚みたいに跳ねながら、赤ん坊が泣き叫ぶような声を上げる。それ、俺はとっさにルッツの首輪をつかみ、行くぞ。管理棟へ一目散に走った。ガスガンを手に持ち、腰にナタを刺してランタンを頼りにぬかるんだ道を行くが、木の根っこに足を引っ掛け、見事にすっ転び、少し段差になっているところに落ちた。頭を少しぶつけたらしく、目がかすむが、上の道からルッツがこっちに向かい、吠えているのがかろうじて見えた。しばらくすると視界がはっきりし始め、なんとか自力で段差をよじ登る。道に戻るとルッツがうなり声を上げ、数メートル離れたそれを威嚇している。くそ。それの顔らしき部分に一発ぶち込むと、やつは何とも形容しがたい悲鳴を上げのたうつ。俺はルッツを連れ、管理人がいる建物まで無我夢中で走った。管理人さん、 A です。ここを開けてください。助けてください。玄関の扉を何度も拳で叩きながら大声で叫び、管理人を呼んだ。ドアを開けてくれた管理人が、泥だらけの俺たちを見て目を丸くする。どうしたんです。扉を、早く鍵を閉めてください。ルッツと中に入り、そのまま床にへたり込みながら叫ぶように言った。怪訝な顔をしつつも、管理人は鍵を閉め、談話室に通してタオルを渡してくれた。少しは落ち着いた。はい、ありがとうございます。タオルで体を拭いてコーヒーを飲み、少し冷静さを取り戻し、ことのあらましを話すと、管理人はこわばった顔で立ち上がり、戸締まり点検してくる。ロッカーの鍵を開けて猟銃を取り出した。建物中を確認して回り戻ってくると、彼はひとしきり暖炉に薪をくべる。一通り作業が終わり、彼が話し出した。この山には昔から土足の神の類がいると言われててね。多分それだ。これまで襲われた話は聞いたことないが、イモムシのような化け物の目撃談はあるらしい。その夜は談話室で過ごすことになり、疲れのせいかいつの間にか眠っていたが、午前2時頃突然肩を揺すられ、外から赤ん坊みたいな鳴き声がする。はっとして一気に目が覚めた。その時ふとさっきのやつの声を思い出した。そういえばやつ、一頭シャノウとか言ってました。気の毒にって。
って意味の方言だな。火を絶やすまいと暖炉に薪をくべていると鳴き声がさらにはっきり聞こえ出す。二人ともいても立ってもいられなくなり、玄関の方へ行き外の様子を窓から伺うと、暗くて見えないが声は確かに玄関の外から聞こえる。次の瞬間、扉を叩く鈍い音がした。雨音に混ざり地響きのような扉を叩く音と鳴き声が不気味に響く中、ルッツが身構える。誰だ、何の用だ。管理人が操作権で扉に猟銃を向け、俺もエアガンを構えるが返事はない。しばしの静寂の後、何かが体当たりするような大きな音が響き、次の瞬間管理人が引き金を引いた。複数の穴が開いた扉を恐る恐る開けると、外には何もおらず針のような毛だけがいくつも落ちていた。扉の穴をとりあえず板で塞いで談話室へ戻り、暖炉の前で寄り添って朝を待った。夜が明けると管理人は猟友会の人に連絡して応援を要請。あれが出たんだ、ああ頼む。間もなく屈強そうな年配男性が3人到着し、皆でテントサイトに向かうと、あ、この毛はやはりあれで間違いないだろう。テントも荷物もぐちゃぐちゃで、あたりには針のような毛が無数に落ちていた。その後猟友会の人の車で送ってもらいながら話を聞いた。あれは神というより魑魅魍魎の類でな、奇形児が神と交わり生まれたと言われて、名前を口に出すのもはばかられる。後日お祓いをするため連絡先を教え別れた。帰宅後ルッツを獣医に連れて行くと、剣山でも噛んだんですか。口の怪我がひどく数日預かりになるが、容体は安定しててほっとした。その2日後、猟友会の人と管理人と一緒に神社を訪れることに。以上が A 君たちから聞いた一部始終だ。話を聞き終え、宮司の父が暗い表情で異形の者の伝承を話し始める。昔山の民の村があり、里の民と見た目が違う彼らは迫害されていた。そのうち一人の異形の子が生まれ、山の民は神の生まれ変わりだと崇めたんだ。神を得た山の民は里への復讐を試み、異形の子を真の神にすべく山の社に住まわせ、山の神と交わらせた。こうして誕生した大きな芋虫のような化け物は里の村を荒らすが、次第に山の民の村までも荒らすようになる。そこで山の民たちは結局それを山から出られないようにしたという話だ。父は話し終えると入念にお祓いした後、 A 君たちの連絡先を尋ね、後追いで定期的な確認をする旨を伝えて彼らを返したのだが、半月ほどは A 君と連絡していたが返信がなくなり、電話すると母親が出て、実はあの子階段から落ちて意識が戻らずずっと入院中で、ルッツも口の傷が化膿して死にました。そんな。キャンプ場にも連絡を取ろうとしたが応答はなく、ホームページはいつの間にか閉鎖されていた。さらに数ヶ月が過ぎ、9月半ば、猟友会の人がひょっこり神社を訪れ、実はあれの目撃がまたありまして、登山客がケムクジャラで毛虫のような大きな何かを山で目撃したという。そうですか、また今のところ被害はありませんが、だがあの山には確実に何かがいて、遭遇した者には最悪が降りかかるようだ。